いねえだろ。ぐるっと回ってみるか。そっちを見てくれ。アツシです。感度良好。はい。ゴグラ？はい、了解です。どうした？リュウグウレナはゴグラらしい。目撃情報があったそうだ。おいおい、お手上げだぜ。どうするんだよ。とにかくゼガヒデモ捕まえて連れてこいって旦那の命令だ。たとえ行ったのが札幌だろうと博多だろうと追っかけるしかねえだろう。無理だぜ、見つかるわけねえ。それでも探さなきゃなんねえのか。旦那はリュウグウレナの持つ鷹の御代のスクラップ帳ってのを欲しがってる。あんだけの剣幕になるんだから相当のもんだろうぜ。で、俺たちはどうするんだよ。リュウグウ家前に貼り付けだけ残して他は引き上げだそうだ。戻って麦茶でも飲もうぜ。
何に怯えてるの？リカちゃんかな。みー、他の誰に見えるのですか？わかるよ、リカちゃんじゃないんでしょ。おあいにくだけど、私の目はごまかせないよ。外見がリカちゃんであっても、あんたはリカちゃんじゃない。私の友達のフルデリカじゃない。何者？あんた誰？私もこの世に生きて長いけど、私をリカじゃないと見破ったやつは初めてよ。あなたは勘がいい人だと初対面から思ってたけど、大したものね。でもあえてリカだと名乗っておくわ。私もリカを自分の呼び名だと思ってかなり長いしね。へえ、長いってどれくらいに？大したことはないわ。
ほんの100年程度よ。はあ？何を言ってんのあんた。怯えなくていいわ。あなたは社内、私は社外、互いに相手に物騒なことをするのは簡単じゃない。お互いに都合のいい距離だと思うけど、私が何百年生きていようとも、フルでリカは所詮あなたに腕力で勝てると思ってないわ。むしろ逆上したあなたに飛びかかられないか不安なのはこっちの方なんだから。あなたは何かに怯えている。それは正解。ええ、おかげさまで。そう、何に怯えているの？あんたらが一番よくわかっているくせに。怖がらないで。私はあなたを助けに来たんだから。助けに？へえ、どうやってかな？あなたはね、ちょっと病気になってしまった。ちょっとしたお薬で楽になるのよ。私はその薬を持ってきたと言ったら関心がある。薬？そう、あなたを楽にしてくれる注射よ。
になれるって。私には分かってる。それでしょ？富武さんを殺した薬物の正体は、原子の力を持った寄生虫。かつての奇病を再現させる恐ろしい注射。富武の注射はね。でも、これは違うわよ。本当よ。私にも、あの死に方をさせるつもりなんでしょう。そして、ゴグラに現れたレナが私に入れ替わって、一件落着。そういう魂胆なんでしょう。誰がそんな注射をするもんか。まあ、嫌がるとは思って、明らかに怪しいしね。わかってるじゃないの。ならどうするの？富武さんみたいに集団で襲って無理やり注射でもするの？無理に襲って注射したいけど、あまりうまくいった試しはないわね。だから無理やりってのはもう諦めてるわ。だからあなたの自由意志に任せることにする。ふざけないで。そんな薄気味悪い注射、誰が使うものか。私もそのあたりは悩んだわ。どうなだめすかせばあなたに注射できるかをね。強引にも無理だし、理解も得られないし。なら結局、私はあなたの判断に任せるほかないってこと。そんなのは聞くまでもない。誰がそんな見え透いた罠にかかるか。ま、想定通りの反応よ。どうせ期待してなかったし。とっとと帰ってお前の仲間に注射には失敗したと伝えるがいい。私は負けない。最後まで徹底的に抗ってやる。そして 1% にも満たないかもしれない勝機をつかんで、必ずや貴様らを打ち滅ぼしてやるから。そうならば、せいぜい頑張りなさいな。どうせもうすぐ滅ぶ世界だしね。滅ぶ？あなたには関係のないことよ。
井戸の中のカエルが井戸の外なんかに興味を持っても仕方ないでしょ。私をこれからどうするつもりなの？私はどうもしないわ。好きにすればいい。あなたの好きなように過ごせばいい。このリュウグウレナにはもう興味ない。次のリュウグウレナとうまくやれるようにするわ。せめて次のリュウグウレナは変に勘が良くないことを祈るだけよ。ウフフフ。私も昔は小さなほころびが生じるたびに直そうと奔走した。途中からね、疲れてきちゃったの。この雛見沢にもう興味ない。次の雛見沢を探しに行くことにするわ。でもあなたにはこの雛見沢しだから、せいぜい頑張って生きなさいな。じゃあね、さよなら。このリュウグウレナ、次のリュウグウレナでは仲良くしてね。ほとんどの場合は仲良くできてるんだから。次のリュウグウレナなど許すものか。私は私だ、たった一人だ。お前らの思い通りにはならない。絶対に、絶対に。たまにはこういう会話も面白いか。
レナ、俺だ。今度はケイチ君。今夜はいろんな人が来る夜だね。俺以外にも誰かいるのか？この場所はもう安全じゃないんで、今から場所を変えるところなの。ケイチ君にも知られたくないから、ついてこないで。レナ！お前、どうしたんだよ、その怪我。血だらけじゃないか。もう落ち着いたから大丈夫だよ。もっとも、いつぶり返すかわからないけどね。タオルで拭いただけじゃダメだろ。とりあえず家へ来いよ。ちゃんと消毒した方がいいぞ。傷口は大したことないよ。それにこれは傷によるものじゃない。もう手遅れだし。手遅れ？どういうことだよ。富武さんを死に導いた何かを、私もいつの間にか服毒させられてるみたいなの。注射なんて物騒な方法じゃない。多分それは弁当のおかずに混ぜられてたの。覚えてる？先日みーちゃんが卵焼きを一人一個ずつ分けてくれたよね。あの時にやられたんだと思う。遅効性なところがうまいよね。おい、レナ。お前、本気でミオンが、そんなことすると思ってるのか？ん？第一よ、あの日の卵焼き、ミオは一人に一つずつなんか分けてないだろ。違うよ。みーちゃんは毒が入ってた卵焼きを私にわざと食べさせようとしたんだよ。レナ、都合よく記憶を書き換えるなよ。タッパーの蓋の上にこうちょんちょんと5つ並べたんじゃないか。並べてないよ。一人に一つずつ配った。そんなこと今までにあったか？俺たちは互いの弁当箱を好きにつつくバイキング形式だぜ。
これは誰の分なんて、お上品に分けっこしたことなんて一度もねえじゃねえか。それよりさ、ここはもう安全な場所じゃないってどこへ行くつもりだよ。さあね、適当に探すよ。寝るところなんて想像見つからねえだろ。俺の家に来いよ。ありがたいけど辞退するね。園崎家の手先が村中を探し回ってる。圭一君が裏切って私を売るとは思いたくないけど、かばいきれるとも思えない。園崎家の手先が探し回ってるってのは逆だぞ。警察がレナを探し回ってるんだ。なんで？大石さんは味方だし、私のことは放っておくように言ってある。私を探すなんてありえないよ。多分リナと鉄平を殺したことがどこかで漏れたんじゃないかと思う。ああ、そういうことか。どうして警察があの殺しのことを感づいたかわかる？いや、わかるわけないだろう。今日の夕方ね、私あの二人の死体を埋めた場所に戻ったの。そしたらどうだったと思う？なかったの、死体が。誰かが掘り返して死体を持ち去った。いや、レナ、それは、あんな場所誰かが偶然掘り返すわけもない。それにあの場所は私が決めた。だからあの場所に埋まっていることは、あの場に居合わせた人間しか知らない。そうだ、その通りだよ。だからそれは。誰がやったかは分かってる。みーちゃんだよ。私が警察と結託することがないよう保険が欲しかったに違いない。園崎家に探させるだけじゃなく、
警察にも探させるとはね。連中もなりふり構ってられないってことか。ミオンがそんなことするわけねえだろ。したんだよ。ミーちゃんが私を売った。いや、しねえな。ミオンも俺たちもみんな仲間だぞ。たとえ世界が全部敵になったとしたって、仲間は最後まで味方なんだ。だからミオンがレナを売ることなんて、海水が全部蒸発するような天変地異があったって絶対にありえない。ミーちゃんの肩はどうして持つの？逆だろ。なんでミオンをそこまで疑うんだよ。そんなのは決まってるでしょ。ミオさんの暴いた致命的な事実は信者たちの偉大な計画の実現。黙れ黙れ。あ、ちょっと言葉がきつかったな。いいか、あの死体がなくなっていたのは確かにミオンが掘り返したからだ。やっぱりそうじゃない。終わりまで聞けよ。いいか、ミオンが死体を掘り返したのはあの埋めた場所が安全じゃないことが分かったからなんだ。エーリン署がこの夏あの辺り一帯を伐採するって計画を立ててたことが後に分かったんだよ。だからミオンはレナを守るために死体を掘り返してくれたんだよ。そんなのミーちゃんの口から出まかせに決まってるでしょ。ケイチ君の前では言いこぶりたいあの子の汚いやり方だって。あのな、じゃあどうすりゃよかったんだよ。今年の夏にエイリン署が見つけしまうかもしれないと知ってて放置しとくのかよ。そんなことできるわけねえだろう。そのエイリン署の伐採計画というのがそもそもミーちゃんの作り話だってどうしてわからないのかな。わからねえのはレナの方だろう。俺はレナの目を覚ましに来たんだ。お前は高野さんのスクラップ帳のせいでとんでもないおかしな夢に取りつかれてる。最初のうちは面白い話だと思ってたが、そろそろシャレにならないと思い始めた。お前は今ちょっとした病気なんだよ。ああ、リカモドキにも病気だって言われたっけね。確かに宇治脇病はもう始まってるし。もう違うんだ違うんだ。とにかく俺の話を聞け。しばらくの間横になってじっくりと休まねえか。本当はミオンの家にかくまってもらった方が安全なんだ。警察からもかくまえるしな。でもそれでもミオンが信用できないってんなら俺の家でもいい。とにかくこんな休めない場所で縮こまってだって
心にいいわけがないんだ。まずは俺の家に行こう。そして冷たい飲み物でも飲みながらちょいと熱を冷ましてみないか。そうすりゃレナもすぐに気づくさ。何を言ってるの、ケイチ君。私がおかしくなってるって言いたいの？おかしいのはお前たちの方なんだ。お前たちは寄生虫に乗っ取られて、知らず知らずのうちに奴らに操られているだけ。ケイチ君も傍観者のつもりでいるけど、実は被害者の一人なんだよ。それに気づけないのが彼らの狡猾なところ。それを私は責めない。私がきっとケイチ君たちを救ってあげるから、今は私を信じていて。おかしいのはお前たちの方って。じゃあレナは村が丸ごとおかしくて自分だけが正しいって言うのかよ。ひなみざわだけじゃないかもしれないね。もはや奴らの魔種は獅子骨市全域、あるいは県内全域にまで及んでいるかもしれない。でも私だけは正しいの。ミオさんのスクラップのおかげでそれに気づけた。ケイチ君だって気づけたんじゃなかったっけ？待てよレナ。なあ待てよレナ。自分以外世界中が全ておかしいって、それってつまりさ、認めてる。おかしいのは自分だけなんだよ。世界は最初から何も変わってねえし、おかしくもなんともない。ましてやレナの敵でもなんでもない。自分だけが正しくて世界が全部敵なんてことはありえないんだよ。それはつまり自分だけが敵ってことなんだよ。かわいそうなケイチ君。でも仕方がないよ。ミオさんの真実は誰もが受け入れられるものではない。ミオさん自身、この内容が本当に真実かまだ測りかねていた節があったから、ケイチ君が受け入れられないことを私は理解できる。だからそんなケイチ君を救うために私は頑張るよ。頑張って戦って、必ずケイチ君たちを支配している奴らをやっつけてやるから。ミオさんもリカちゃんも、そして今や私も、もう、そして私が消されるのと同時に入れ替わることになっている。はぁ？スペア？お前、本気で何を言ってるんだ？もういいや。ケイチ君には真実を教えてあげよう。私がケイチ君に話してない本当の真実。実はね、寄生虫の正体は宇宙人なの。宇宙人？うん。お社様の正体ももちろん宇宙人。天から降臨する際の描写は世界各地に散らばる宇宙人説と合致するの。
偉大な文明が起こるとき、偉人は必ず宇宙から現れる。彼らは宇宙から優れた英知を持って地球を訪れ、いつまでも未熟な地球人類の進化を促そうと。奴らは人体規制を通じてコミュニティを支配してきた。だが時折勘のいい人間が生まれ、その支配の実態を暴こうとした。彼らはそれを取り除き、コミュニティを維持するために様々な拉致を行ったの。そして時には金属片を埋め込み、そのコントロールを得たり、あるいは外見だけを共有した別の存在と入れ替えることによって支配を続け、そいつらはミオさんのコピーを生み、私のコピーを生んだ。リカちゃんのコピーもさっき来たんだよ。そいつと話をしてみた。そいつは宇宙から来た存在であることを認めたよ。そして破滅の日が近いことを告白し、私にあがけるものならあがけと嘲笑った。私は戦うよ。人類を奴らの家畜になどしてたまるか。私は絶対に、絶対に。目を覚ませ。レナ、もう忘れたか。まさにこの場所だ。それもほんの数日前だ。俺たち仲間たちはこの場所で全員で手を取り合ったよな。そして仲間は家族同然だって認め合ったよな。お前の言う宇宙人が地球を侵略してるって話を、お前が本気で言ってるなら、たとえ世界中が信じなくても俺は信じてやる。俺はお前の仲間で一番最初の味方だからだ。でもな、ならお前も聞いてくれ。仲間で味方の俺の言葉を聞いてくれ。あの高野さんのスクラップ帳はでっち上げのインチキなんだよ。本当さ、高野さんはオカルトマニアなんだ。ひなみ沢の古い歴史をいろいろに解釈して遊んで、陳説を書き上げては人に読ませて回ってるだけなんだ。だから寄生虫がどうのこうのという説以外にも、UFO がどうこうとか地底人がどうこうなんていうとんでもないのまでたくさんあるんだ。だからレナが読んだスクラップ帳は高野さん自慢の最新作でしかないんだよ。ほら、あの人って人をからかうみたいなところがあるだろう。レナが真面目に話を聞いてくれるもんだから、面白がってとんでもない話を吹き込んだだけなんだよ。単なる創作なら、ミオさんはどうして殺されたの？しかも
検視結果では死後24時間のはずなのに、どうして祭りの夜に歩いていたの？富武さんの死因は？園崎家は？雛見沢の伝説は？お社様は？リカちゃんは？全部創作？世界中が私たちを騙すために嘘をついているって、そういうの？何でもかんでも無理につなげて解釈するな。古代妄想の典型的な症例じゃねえかよ。とにかく難しく考えるな。レナはちょっと疲れてるだけなんだ。だから少し休もう。俺はレナにくつろげる部屋と布団、食事を提供するだけだ。食事が信用できないなら自前で好きにしてくれたっていい。とにかく俺の言うこと今だけでいいから信じてほしいんだ。私の言っている話の方が筋も通っているし、証拠も根拠もたくさんある。なのに圭一君は自分を信じてくれの一点張り。どっちが正しいかなんて明白でしょ。ああ、明白だな。俺だ、俺が正しい。よくそんなことを言い切れるね。ああ、そんなのは簡単さ。俺がレナの仲間だからだ。仲間は絶対に裏切らない。仲間を絶対に助ける。だから世界中が俺を正しくないと言っても、今だけは俺を信じろ。俺がお前の仲間だからなんだ。
大丈夫か、レナ。触るな、汚らわしい。さっきから聞いていれば仲間仲間とやかま仲間だから信じろ。仲間だから世界中すべてより正しいだと。それこそ妄言じゃないか。何と言われたって俺はお前の仲間だ。だから絶対にお前のためになることを言っている。疑うな。絶対に俺が正しい。じゃあ聞いてもいい？あ、何でも聞け。仲間ってのは隠し事なんてないんだよね。当然だ。隠し事なんかしない。嘘だよ。嘘なんかつかない。嘘だ。な、何がおかしいよ。圭一君、隠し通せてるつもりなんだ。私知ってるんだよ。圭一君が引っ越してくる直前にどういうことしてたか知ってるんだよ。さんに調べてもらったんだよ。みんなのこと。そしたら圭一君、引っ越しの前はとんでもない人だったんだよね。やめろ。あれは違うんだ。ずいぶん悪いことしてたみたいだね。さとこちゃんとりかちゃんにも話しておかないとね。こんな危ない人が身近にいたなんて信じられないよ。違う。それはたまたまなんだ。モデルガンで通行人を連続して襲撃。すごい。南沢村連続開始事件に負けないくらいインパクトあるよ。違うんだよ。あれは本当に。何がどう違うの？数週間の間に見ず知らずの通行人を狙って通りがかりにモデルガンで打ちつける恐ろしい事件だ。市内一帯は一時期騒然。 PTA が交差点ごとに立ち集団下校にもなったんだってね。目に当たって大怪我した人もいたんでしょ。幸い後遺症にはならなかったそうだけど。モデルガンなんて武器を持って誰かれ構いなしに面白半分で付け狙ういやらしさ。そんなことして何が楽しかったの？でも
楽しかったからずっと続けてたんだよね。そのくせ途中で両親の呵責に耐えられなくなってご両親と一緒に自首。責任取るのもご両親と一緒じゃないとダメなわけ？少年法って親切よね。被害者にも犯人の名前は公開されないし。お父さんが大金持ちだったから示談金をたくさん積んでくれたんだよね。それで大ごとにしない約束を取り付けてまったりとしばらくは保護観察。それでほとぼりが冷めた頃合いにお金に任せて遠方へ引っ越しして全部チャラ。いいね、お金持ちは。どうして今まで黙ってたの？前の学校ではずっと勉強漬けだった？どうしてそんな嘘をつくの？ごめん。嘘ってわけじゃ。仲間ってのは隠し事なんかなしでしょ？そうでしょ？じゃあお前は仲間じゃない。私も過去の事件からお前が怪しいと思ってる。それを隠しきれてると思わないで。
とにかくお前は仲間じゃない。仲間じゃない奴の指図は受けるいわれはない。私のことは当分放っておいてもらう。いいね。Thank you.